ユニチャームパスワードを追え。というわけで、突然だが、俺たちはこの人跡未踏のジャングルでユーニとはぐれちまったんだ。何がというわけなのか全くわからないが、つまりユーニとはぐれちまったってことか。そうだ、ユーニとはぐれちまったってことだ。大変だ、ユーニとはぐれちゃったのか。ねえ、ユーニとはぐれちゃったんだ。 Wait a minute。 要するにユーが言いたいのはユーニとはぐれちまったってことか。その通り、俺が言いたいのはユーニとはぐれちまった。ええ加減にせんかい。あんたたちのっけから何つまんない説明台詞繰り返してんのよ。バカやってる場合じゃないでしょ。何言ってんだよ。俺たちは CD ドラマには絵がないから分かりにくいだろうと思って繰り返したんだぜ。ああ、なんてカインドリーで仏マインドの持ち主なんだ。ボカ、そういう余計な気配りはいらないの。でもさ、でもさ、今のちょっと面白かったでしょね。つかみは OK。 何よそのつかみって。お笑い番組なんかで一番最初にしっかり笑いを取ってお客のハートを引き寄せる、これをフランス語でつかみという。フランス語っていうのは偉大な勘違いだけどな。こういうライトな笑いの取り方をくすぐりという。業界用語の解説なんかしなくてもいい。とにかくくだらないセリフの繰り返しはやめてよね。そんなことより、私たちは迷子になったユーニを探さなきゃならないのよ。今すぐとっとと気合い入れて可及的速やかに。遊んでる暇なんかないの。そうだった、ユーニを探さなきゃ。つまり俺たちはユーニを探さなきゃいけないのか。 Wait a minute。 要するにユーが言いたいのはユーニを探さなきゃいけないってことか。ワン、バード、しまいにはお尻に焼け火箸突っ込むわよ。やめてくれよ。たった一つしかないもんにそんなことされたら。俺はだけどメイマ、僕たちにはすぐには動けない事情が。何よメカ事情って。ストマックがエンプティ。つまり腹がドカヘリでこれ以上歩けないんだ。まさかあんたたち空腹をネタにしたギャグやるんじゃないでしょうね。それって前にもやったし、今度のビデオ新シリーズの頭にも空腹ギャグやるらしいわよ。ギエ、ネタがダブった。ネタというのはドイツ語で。だから業界用語の解説はいいの。とっととユーニを探しなさい。ユーニを探す、スルメ、メンチカツ、月見そば、食い物しりとりやっとる場合か。つかみはオッケー。うわー、話がちっとも前に進まない。私もう嫌、こんな不条理な人生。ああ、泣いて獣人化しちまったぜ。ちょっとジョークがショッキングだったかな。ああ、少女の瞳を涙で曇らせるなんて、なんて罪作りな僕なんだ。オーマイガッド。メマ、俺たちが悪かった。機嫌直してくれよ。くれてやる。妙が焼け食いしてバカになってやる。銀杏鼻に詰めて匂いでアホになってやる。まいったな。じゃあさ、食い物探しながらユーニも探すってのはどうだ。な、そうしようぜメマ。いや、ユーニを探しながら食べ物を探す方がいいんじゃないか。僕はユーニと食べ物を同時に探すのがいいと思う。それってみんな同じことじゃない。そうかな。 CD 巻き戻してもう一度聞いてみようと。ああ、不条理よ不条理よ、絶対不条理よ。しかしこの空腹は切実だぜ。なんか食べないと本当にデンジャラスだ。せめて誰かがトカゲのビーストだったら尻尾を食べちゃうのに。もう一度生えてくるから。なるほど、トモ食いって手があったか。そういやメイバーの下半身油が乗っててうまそうだな。そのセリフ聞きようによっては卑猥だぞ。いいわよ食べても。私この不条理な状況から逃れられるのなら命なんか
美味しくはない。なんで、おいおいおい、やけを起こすなんて、食ったりなんかしねえよ。ザッツライト、メイマはフィッシュじゃなくて人魚なんだ。人間の顔をしているものを食べられるわけがない。魚人だったら話は別かもしれないけど。なんだ魚人ってな。人魚の逆さが魚人、上半身が魚で下半身が人間なんだ。おう、ミステリアス。へえ、んなやついるのか。一度会ってみてえな。また関係ない方向へストーリーがそれていくような予感がする。なあ、実際どんな格好してんだろうな魚人って。オッケー、イメージしてみよう。まずはマグロのようなヘッドとバディ。ふんふん、マグロの頭と体だな。その尻尾のあたりから人間の足がニュッと生えている。もちろんすね毛はあるよな。そいつがダチョウみたいに草原を猛スピードで走り回る。うえー、気持ち悪い。なんか強烈に不気味な生き物だな。イエース、メイマーが魚人じゃなくてよかったよ。いや、わからないよ、いつ人魚から魚人になるか。もう人を魚にして遊ばないで。え、人を魚にして遊ばないで。おー、ナイスプレイト。人魚のメイマーが人を魚にして遊ばないでなんて相当ハイブローなジョークだぜ。あら、どうかしら。なあ、大したもんだぜ。よかったね、メイマ。梅田グランド花月の舞台に立てる日も近いよ。そうなの。そういえばそんな気もしてきたわ。つかみは OK。 え、メイマ、バカやってないで、そろそろ話を前に進めた方がいいんじゃないかな。ああ、いつの間にか不条理な世界に染まってる。どうして、どうして、どうして。
チャームパスワードを終えってば。第一章でバカやってたら時間がなくなっちまって、こいつ後で帳尻合わすのが大変だぜ。とにかく早くユーニを探そう。ユーニは僕たちのラブリーフレンドだ。今頃どんなにデンジャラスでテリブルな目に遭っているかと思うと。さあボーイズ&ガールズサーチスタートだ。この僕とトゥゲザーしようぜ。改めて聞くとバドの使う英語って中学英語のレベル出てないのな。おう、ノー、そういや、そうだ。ひょってしてお前のモデル、ルーオオシバじゃねえのか？シェー！せめて、イヤミ先生と言ってほしかった。僕はよく、唐沢俊明に似てるって言われる。いやだ、私がキョンキョンにそっくりだなんて。ユーたち頭相当湧いてるな。己に言われたがないわ。ああ、もうどうでもいいけどよ。そろそろ本気でユーニを探さねえと、マジに話が前に進まないぜ。では、冒険映画のパターン通り。崖の上から叫ぶとするか。おーい、ユーニー、ウェアだユー、ユーニ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 なんだ今の子供は。そう、待って、今の声聞き覚えがある。え、僕が試してみる。ビジョンの胸はえぐれ胸、どっちが背中かわからない。その通り、本当に、その通り、本当に、ビダンとビジョンだ。あいつらまた俺たちを狙ってやがんのか。けどどうして児玉の真似なんかしてんのかしら。メイビー、児玉に催眠音波を潜ませて僕たちを洗脳するつもりだったんだ。なるほど、そうだったのか。そうか、そういう手もあったな。ゲゲゲのゲー。ビダン、ビジョン、いつの間に僕たちのバッグに。こだまギャグが思ったほど膨らまないと判断し、早めに切り上げてきたのさ。火を望み変に応ず、意味はよくわからんがそういうことだ。くそ、ギャグを大切にしない淡白なやつらめ。失礼なことを言うな。俺様は妙に淡白など出とらんわい。おいおい、人の話ちゃんと聞けよ。いやがましい、お前は引っ込んどれ。ニックキビーストどもめ、貴様らに受けた屈辱の数々、今ここで100倍に、いや1000倍に、いや72兆8433億9561万倍にして返してくれるわ。おい、行くかよ。行け、ちれよ、ビダをやっつけ。あれ、チレオがいない。僕のクーレオもいないぞ。カイレオも見当たらないわ。みんな忘れたの？僕たちのジンはヒューマンにやられて調子が悪いからジャングルの入り口に置いてきたんだよ。げえ、いきなりの状況説明。そういう設定になってたわけ。そう、そしてこれがビデオ新シリーズ第1話への壮大な伏線になっているんだ。が聞いたら泣くぞ。今の言葉知らなかった。このヘッポコスカタントンチケ CD ドラマにそんな存在意義が隠されていたなんて。うわー、ガセンやる気が出てきたぜ。じゃあ今まではやる気なかったの？ちょっとね。かー、主人公の自覚ゼロ。何をごちゃごちゃやってるか、腐れビーストども。この
裏の最高の魔法戦士にして空前絶後の美男子美男様が直々に地獄へ送ってくれるわ。覚悟しろ。何が美男子よ。さっき美女に殴られて顔ボコボコじゃないの。この程度の顔面変形、ギャグキャラクターなら1分で治るわ。あー、自分で認めてやんの。やっぱお前ギャグキャラクターなんだな。あー、カタルに落ちた。なんてトンチの効くやつらなんだ。かーやかましい。あ、ほらあっちゃで死んどれ。あーれー、やいー、ご主人様が。あービジョンが美男を、どういうことだ。人生を真面目に生きようとせんやつに用はない。違うわ、いつものビジョンと。イエス、ものすごい殺気だ。愚かなるビーストどもよ、このビジョンがギャグを交えずシリアスに貴様らを葬ってくれるわ。なんだと。そんなことが CD ドラマで許されると思ってんのか。許されるか許されないか試してみるがいい。
ユニチャームパスワードを追えっつーの。ビジョーンが燃えている。シリアスパワーにギャグパワーが押されてるわ。やい、ビジョーン、一体お前に何があったって言うんだ。貴様らアッパラビーストにこの私の怒り、この私の嘆きが分かるはずもない。出番は少なく、セリフも少なく、目立った活躍もなく、美少女キャラなのに胸すらなく、便所の裏に生えたペンペン草も同然の扱いを受けてきた私の気持ちが、主役の貴様らに分かるか。何言ってんの、あのお姉ちゃん。さあ、私は一度でいいからこの身にスポットライトを浴び、心ゆくまで思う存分セリフを喋ってみたかった。だがその願いも今日叶う。美談なき今、この私が貴様らを倒し、名誉と栄光を手にするのだ。やっちゃえ、ご主人様。あ、クマ子、お前の主人は美談だろうが。いいのよ、強い人にひよっちゃった方が人生楽なんだから。ギャイー、私ってば知りがある女。かわいいやつ。僕、ビジョンの気持ち痛いほどわかる。同じ日陰に咲く花だもの。けー、偉そうなこと言ってんけどよ、要はジュリアナ東京のお立ち台でキッズ振ってる姉ちゃんと同じだろ。ただただいい格好して目立ちたいだけじゃねえか。そういう言い方をしてしまっては私の立場がないぞ。うせ、時間もないことだし、売られた喧嘩買ってやるぜ。みんな、シチュエーション無視して中心課だい。あ願ったり叶ったりの展開だ。華麗な戦闘の合間に思いっきりセリフを喋りまくってやるわ。やっちゃえ、新しいご主人様。ゾリアー、いけよく喋った。あの、もしもし。なんだ。それがユウのおっしゃるセリフなわけ。悪いか。まだまだ喋り足らんな。よーし、ムピャンピカミパス。もうやめろ、ビジョン。ビジョン、いつまでこんな不毛な戦いを続けるつもりなんだ。ワン、どれほどの血を流せばお前は気が済むと言うんだ。今のところ血は一滴も流れてない。やかましい。俺たちはお前と遊んでる暇なんかないんだ。俺たちには大切な使命が、天竺へありがたいお経を取りに行くという使命が。違う、ユーニを探すだよ。あれ、そうだっけ。もはや私まで忘れてる。とにかくだ、暴力からは何も生まれない。もっと他の解決方法を試すべきじゃないのか。話し合いをしろというのか。ビーストもヒューマンも同じ地球に住む隣人、言葉さえあれば、信頼感さえあれば。そうよ、ビジョン、私たちを信頼して武器を捨てて、そしてあなたの優しさで心の美しさで勝負をするの。そういう目立ち方もあるんじゃないかしら。ビューティフルな君には戦いは似合わない。もう一度人生を見つめ直す時期だと僕は思うよ。ビジョン。お前たち、そこまで私のことを親身になって。ご主人様、あいつら普段と全然キャラクター違うよ。危ないから気を許さない方がいいって。黙れ悪魔子、お前には他人を信頼する心というものが。あ、いかん、涙でコンタクトレンズが落ちた。ご主人様、禁眼だったの。しまった、全然前が見えないな。視界がぼやける。ビーストどもが滲んでいく。どこだ、どこにいる。シメピーチャンスだ、かかれ。
そんなアホ見捨てて、ビダンのあちゃんとこ、ボーダロっと。いえ貴様ら、話し合うんじゃなかったのか。シャラップ、悪党と話すことなんかナッシングだ。今日ものそこまで根性がねじくり曲がってるか。意外性がビーストの持ち味だ。やめろ、やめか。うわハブ、何が起こったんだ。火山だ。いきなり何の伏線もなく火山が噴火したんだ。もういきなりやな。あ、火山から何か飛んでくるわ。あの声はビタン、ビタンではないか。すんません、噴火口におしっこしたら水蒸気爆発が起こってしまいました。あれ、なんなんだよあいつは。アホもあそこまで来るとむしろ神々しいぜ。どうして私はご主人様に恵まれないの。やべえ、カサンダルが降ってきた。あそこに洞窟がある。あの中へ逃げよう。オッケー。以上、君のことはネバーネバー忘れないよ。グッバイベイビー。もしかして入り口は落石で塞がっちまったのか。そうみたい。ってことはひょっとして俺たち閉じ込められちゃったみたい。まさか食い物は全然ないみたい。どうすんだよこれから。スカシャジュ予告。新シリーズ今世紀ビースト三銃士2はこの洞窟のシーンから始まるんだ。謎が謎を呼び、笑いが涙に変わる感動のシリーズ。ガイアに秘められた神秘の秘密とは。新しい人の恐るべきパワーとは。ヒューマンの新司令官の策謀とは。謎の美少女の正体は。そしてビースト対ヒューマンの戦いの決着は。俺たちに、地球に果たして輝ける未来は訪れるのか。ビデオ新シリーズ今世紀ビースト三銃士 CD 同様ビデオもよろしくね。ところでユーニはどうなっちまったんだ。